ホリエモンチャンネル。どうも、堀江貴文です。よろしくお願いします。どうも、寺田由紀です。にゃー。それでは今日の質問です。メルマガボリューム370の時事ネタオピニオンの清水文香の記述のところで、事務所の構造を変えなければなるまいが、変えなければなるまいが、肝心の若手が権威主義だったりするのも問題と記されていました。ここで記されていた権威主義とは、売れている役者を優先して使い、若手にあまりチャンスを与えないことに若手自身がゆいだくだくと従っているという状態なのでしょうかという質問です。はい、お願いします。はい、ということで本日がラストデイとなりました。本日のゲストは猫ひろしさんです。あー、しば漬け食べたい。どうも、猫ひろしです。ラストデイ今日笑ってるね。やっぱお笑い好きだね、はい、あなたは。やっぱりお笑い大好きですよ。お笑い芸人ですから、本職はランナーじゃないですよね。そうだ、本当笑い芸人好きですね。大好きです、本当にやっぱ大阪人なんで、はい、ということで私の質問答えいきたいと思います。私はこう答えました。違うよ、地上波テレビラジオに出演したり、どんなに公開関数が少なくても映画に出たり、音楽のメジャーレーベルからデビューすることが、ツイッターやら YouTube で、たくさんのフォロワー抱えて稼ぐのより上位だと思ってしまうことを権威主義と言ってます。ほとんどの芸能人はそういう人たちですよ。深夜で誰も聞いていないようなラジオには頑張って出るのに、 SNS はないがしろ的な格好笑い。はい、SNS やっぱ大事です。いやー、もうだから要はダメなのよ、はい、こんな感じ。もうだから若手の子の方がこういう権威主義的なところはすごく多くて、はい、僕もこの間久しぶりにホリエモン祭りっていうのを2月3日にやったんですけど、はい、出ていただいたじゃないですか、はい、あれの告知で、はい、もうとにかく時間がなくて、はい、もうなんかテレビとかラジオとか久しぶりにこう PR で出まくったの、はい、1週間ぐらい。もう効果があんまりなかった。全くなかった。もう生ですごいたくさんの人たちが見てる番組だとものすごく効果あるんだけど、でもそれでもやっぱりツイッターとかと連携させないとネットにはお客さん来ないから、だからサンジャポとかサンデージャポンっていうハッシュタグをつけてつぶやくと誘導結構してくれるんだけど、そこまでやらないとダメだったりとか。いや、もう全然違っていて全く逆で、最近そのテレビの人たちって、まあ、サンジャポなんかもそうなんだけど、ネットから面白い人たちがいるんじゃないかと思ってすごい探してるんですよ。うん、でたくさんのフォロワーを抱えてる、いや逆にその深夜のラジオとかテレビとかってもう見てる人自体が少ないから、うん、むしろ SNS ですごいフォロワーをたくさん持ってる人たちを逆に雇ってるというか、そういう人たちに、うん、出てほしいと思って、うん、そうするとそのフォロワーの人たちが見るから、うん、つまり視覚逆転してるというか、うん、テレビの方がネットからお客さんを持ってきたいと思ってるんですよ。だからそれが僕はだからすごい権威主義だなっていうふうに思ってるんですね。だから要は芸能事務所にその所属、まあ、清水文香さんもそうなんだけど、うん、まあ、同じレプロエンターテインメントっていう会社の、うん、タレントだったわけだけれども、はい、そのむしろ今ってその芸能事務所に所属しなくても、はい、それなりにこう、まあ、超メジャーになれるかっていうと、まあ、でもメジャーになれるか、なれるよね、うん、だから例えばゴールデンボンバーとか、はいはい、モンゴル800とか、はいはい、すごい何十万枚もその売ってるようなアーティストも所属、事務所所属してないんですよね、うん、インディーズなんですよ、うん、メジャーレベルから出てない、うん、だからメジャーレベルから出てないからもう収入ほとんど自分たちのものなんですよね。すごいますよね。ゴールデンボンバーなんかめちゃくちゃ稼いでますよ、うんうん、だからそういうところに所属する必要もないし、そのテレビとかラジオにすげえ出てるからといって出なくても別にその稼げるよって話ですよ、うんうん、実は。ということで、ということですね、はい、
はい、ということで本日がラストデイとなりましたので、はい、ぜひたっぷりと告知をお願いします。はい、ただいまですね、猫ひろしの、オリンピックまでの挑戦のですね、ずっと取りためていたものがこの度、猫座ムービーという映画になることが決定しました。それに向けて今クラウドファンディングを、やっておりますので、動画も見れますので、ぜひそれに賛同していただいた方はいろんな参加の仕方ありますので、そちらで見てぜひ支援してください。よろしくお願いいたします。はい、小平さんにもプロデューサーやっていただきます。はい、うん、ぜひ皆さん猫座ムービーで調べてみてください。はい、はい、ということでこの番組が面白いと思ってくれた方、チャンネル登録お願いします。あと堀江さんの意見に賛成か反対かのアンケート答えてください。メルマガに登録いただきますと堀江さんが全質問に答えてくれますので、皆さんメルマガ登録もお願いします。はい、ということで本日もありがとうございました。メルマガ登録はこちら。チャンネル登録もよろしくね。どう？